はい、こんにちは。今回はね、まあこちらになりますね。1個300円、3個で1000円、4個か。で1000円ということなんですが、まあそのうちのちょっと1台をね、買ってみたんですが、それが何かというとですね、これがまた貴重車なんですよね。これがまた貴重車なんですが、こちらでございますね。これは、日産の、ブルーバードです。これ大変懐かしい車だなというふうに、思うんですが、日産ブルーバードタクシーの、トタクシーですね。の車になります。で、これは確かに80年代ぐらいからにかけて、確か活躍していましたね。だから私が生まれて、俺が生まれて、確かね、その5年ぐらいには見た記憶があるんですよ、これ。ただ、いつの間にやらこれ走らなくなったんですよね。だから、田舎なんかの場合だったら、まだそれでも、この方のタクシーが、平成に入って初期あたりぐらいまでは、平成の5年ぐらいあたりまではまだ走ってたと思いますね。ね。で、このタクシーに、が、まあ、活躍してました。当時、千葉市のね、駅周辺なんかもこれがありましたね、昔ね。で、それで、ずっと母親と一緒に乗せてもらったことが確かあったような気がするんですが、まあ、それ確かこの、タクシーでしたね。で、いつの間にやらセドリックのタクシーに変わっちゃったんですが、まあ当時このタクシーが走っておりました。非常にこれはちょっと袋だけなんですけど、こう中、こういう風な状態だと申し訳ないんですが、非常に懐かしい時代の車ですね。これ300円かいっていうツッコミがあるんですけども、もう安くってですね、懐かしさをちょっと感じさせたのですね。これは多分京都年かなんかのところですね。だから京都をこのタクシーが、ブルーバードのタクシーが走ってるということなんでしょうけども、なかなかこの手の車の珍しいなっていうのは、珍しいなっていうのがあって、これはこれとしてなかなかね、いいね、タクシーではないかなと思いますし、非常に珍しい、車ではないかなと。今ではなかなか見かけないね、このタクシーの黄色。っていうか、そういう感じがいいなっていう感じでした。どうもありがとうございました。